ねえ、面白かった。普通に、てかペコちゃんクリアできるんだっていう感じ。むしろ2年越しの修行の末にクリアができたんだねみたいな、本当に良かったわ。2年前のペコちゃんも喜んでるよきっと。これおめでとうペコちゃんって。もう赤狼から逃げるなって言われないよペコちゃんってきっと言ってくれてる気がする。いや、ペコーラ、この赤狼のおかげで自分自身すごく成長できたと思うペコだわ。なんかちょっとゲームのさ、あれちょっと上手になってきたかもしれないペコだ。でも、誰が一番さ、うーってなったかな。でもやっぱ最初のゲンちゃんやっぱ強かったし、最後の一心様もめっちゃ強かった。あ、なんか歌舞伎みたいなやつだな。歌舞伎役者みたいなやつも途中ムカついたな。なんか歌舞伎役者みたいな。あいつもなんか、ちょっとムカついたな、一瞬。お父さん、フクロウか。お父さんもムカついたペコだけど、そこまでムカついてなかったかも。ムカつくことばかりやんけって。いや、なんかもうペコちゃんのさ、動きを分かってるかのようにやるからさ。でも、お猿さん自体はちょっとビビったってか、あ、首なし結局、できなかったな、首なしだっけ。あいつ結局倒せなかったな。あれ悔しいな。エルデンリングから逃げるな。やるっつってない、まだ。まだやるなんて言ってない。やめてやめて。初めてね、逃げたら逃げるなっつっていいけど、初めてもないのに逃げるなとは言わないで。怖い怖い。あー、てれちゃん、ノウサギなんだよ。洗脳、ペコラが洗脳、かわいいペコラが洗脳中。あーたたちはノウサギなのよ。